株式会社ガイナックスは、東京都武蔵野市五天山に本社を置く日本のアニメ制作会社、東京都小金井市本町六丁目時代のガイナックス、入居ビル、東京都三鷹市、下連弱時代のガイナックス入居ビル同社は、劇場用アニメ映画、王立宇宙軍オネアミスの翼の制作を目的として設立された会社であり、新世紀バンゲリオンや、不思議の海のナディア。 トップを狙え、などの制作でも知られているアニメーション制作に加え、1980年代末からのコンピュータゲーム制作では、プリンセスメーカーシリーズなどのヒット作品を残した。テレビアニメーションを中心に、制作の多くは共同制作名義で他社へ委託する形をとっていたが、2004年開始のシリーズ OVA トップを狙えに、で制作部門を立ち上げ、2015年の 放課後のプレアデスにかけて自社単独名義による元受け制作を手掛けたほか他社のテレビシリーズのクロス受けも行っていた一方で代表作の一つであった新世紀バヴァンゲリオンのテレビシリーズと旧劇場版の半建が元取締役で制作を手掛けた安野秀明が経営するアニメーション制作会社カラーに移された両者はガイナックス時代の安野作品の商品化について その売上に応じガイナックスがカラーに使用料を払う契約を締結しており2016年にはガイナックスが滞納した使用料1億円の支払いを求めてカラーが提出したまた2016年9月にアニメーション制作部門は関連会社のガイナに移籍したためガイナックスとしてのアニメーション制作は2015年の放課後のプレアデスを最後に行われていない社名は 島根県の東部、鳥取県の西部の方言で、大きい、すごいという意味の、ガイナに未知を表す、X をつけたもの。なお、ガイナという方言自体は、紀南、四国の一部、また、愛媛県から海を隔てた大分県の沿岸部でも、使用される。カクアラストで、続くのテロップを挿入する演出は、トップを狙え、以降、歴代ガイナックスオリジナル作品へと引き継がれた。 最終話サブタイトルに SF 小説の題名を流用している作品も多い。例えば、新世紀エヴァンゲリオンのサブタイトルは、ハーラン・エリスンの世界の中心で愛を叫んだ獣から引用されている。他天元突破グレン・ラガンの最終回もフレドリック・ブラウンの天の光はすべて星から引用されている。1981年の日本 SF 大会、大1さんの オープニングアニメーションに関わり、大阪深度町の海洋道の常連でもあった、岡田都夫、武田康史博士、赤井高見、山が博之、き、安野秀明、村、浜正二ら関西の学生は、その後も大飯フィルムとして映像制作を行った。このうち、大飯3後に大学を中退した岡田と、武田は1982年2月、大阪市天皇寺区、大阪環状線。 桃谷駅付近に SF グッズショップ、ゼネラルプロダクツを開業した。ゼネラルプロダクツは、ダイハンフィルムと密接な関係を持ちながら活動。経営が軌道に乗ったところで、岡田に山賀がプロになることを持ちかけ、ゼネラルプロダクツが岡田と山賀に200万円の活動資金を提供する形をとって1983年9月、OVA 向け長編アニメーション。 王立宇宙軍の企画を開始した。自身の不倫問題発覚で1984年秋に上京した岡田敏夫とゼネラルプロダクツ及び大ヒャンフィルムメンバー、テレビアニメ、レンズマンプロデューサーの井上博明によって、同年12月24日、王立宇宙軍の制作スタジオとしてガイナックスを設立した。約4分の王立宇宙軍パイロットフィルムを制作し、 1985年4月に完成した。岡田はこのパイロットフィルムと企画書を大ヒャンフィルム時代に自主制作特撮映画販売で繋がりのあったバンダイに持ち込んで出資を取り付け、劇場用映画、王立宇宙軍オネアミスの翼として制作し、1987年3月に公開した。ガイナックスは王立宇宙軍が完成すると同時に解散する予定であったが、 同作品の制作費が課題で予算超過分が同社の負債となったため経営を継続することとなった OVA 作品トップを狙えを制作し好評だったが同作品も制作費が課題となって負債がさらに拡大した他社の下請けや孫請けも手掛け経営を続けざるを得なくなった1989年から1990年にかけては池澤聡氏が 週刊プレイボーイに連載した漫画ビートショットとサーキットの狼、つゆモデナの剣のアニメーション制作に参加した。ある時赤い高みは専門外だと思っていたパソコン向けコンピュータゲームのファンがアニメ特撮のファンと通ずることがあることに気づき自分たちの技能を活かしてコンピュータゲームを作りたいと岡田に提案する。1989年7月15日 バイナックスは脱衣ゲーム、電脳学園で、コンピュータゲーム業界でのデビューを果たす。同作の大ヒットにより、電脳学園はシリーズ化された。次に、岡田たちは、人気漫画、サイレントメビウスを、コンピュータゲーム化し、成功を収める。また、パソコン雑誌、I、大編集部の柏原康雄が迎え入れられた。そして、 赤井が監督とキャラクターデザインを担当した1991年のプリンセスメーカーシリーズは育成シミュレーションゲームジャンルの先駆けとして大ヒットし赤井は人気クリエイターの仲間入りを果たしたまたショップ時代のゼネラルプロダクツの利用者の一人で当時 MSX 用ゲームを趣味で開発していたミンだなおも引き入れミンダを中心として開発された バトルスキンパニックが発売された。ゲームの制作もアニメと同様の体制で行われており、10人ほどのチームの中にグラフィック班とプログラムファンに分かれていた。ディレクターはローテーション制であり、グラフィックを作品ごとに分けるということはなかった。また、ゲーム版、サイレントメビウスのように、社内アニメーターに原画を発注し、出来上がった原画を スキャナで取り込んで調整するというケースもあった。新世紀エヴァンゲリオンで大ヒットした後も、エヴァと愉快な仲間たちが追補完計画、といった性的要素を含むゲームの開発が行われることもあった。一方、バトルスキンパニックまでのガイナックスの作品群は漫画のテンポに合わせて作られていたことから、プレイ時間が短いという指摘が会社に寄せられていた。また、 同社の作品に対する批評記事の中では、無意味に歩き回る場面が多かったという指摘が寄せられている。1990年4月放映開始のテレビアニメ、不思議の海のナディアは、アニメ雑誌の表紙や、関東特集をたびたび飾り、人気投票でも1位を取って、同年最大の話題作となった。翌1991年発表の OVA、1982、オタクのビデオ、 1985族、オタクのビデオは、1970年代末から1980年代、前半のアニメブームを背景として活躍した、大違反フィルム時代のガイナックスメンバー自身を、セリフパロディした。1992年2月、ゼネラルプロダクツは、ワンダーフェスティバルの権利を、海洋堂に移譲し、ガイナックスと合併した。同年9月には村、浜正治、前田正宏、 山口博士、樋口信治らが退社し、ゴンゾを設立した。岡田もこの年に代表取締役を辞任して退社し、沢村武氏うかがいが公認の代表取締役となった。1992年の岡田退社以降、王立宇宙軍の続編を歌って山川が中心となって企画された青木ルは、制作作業序盤で中断を余儀なくされ、未完に終わった。 1995年10月放映開始のテレビアニメ新世紀エヴァンゲリオンはアニメーションの枠を乗り越えて社会現象を巻き起こしガイナックスは一躍脚光を浴びたしかしエヴァンゲリオン制作委員会への出資をしていなかったためガイナックスとアンノが受け取った収入はアンノの脚本印税だけだったがそれを制作スタッフへ分配したまたエヴァンゲリオン以降の仕事がなく 鶴巻和也による新作アニメの企画も進まず、解散の危機を迎える中、安野は彼氏彼女の事情のテレビアニメ化を企画し、同作は1998年に放送された。1999年、ガイナックスと代表取締役の沢村は、所得隠しにより5億8000万円を脱税したとして、東京国税局から告発された。沢村は2000年に、 代表取締役を辞任し退社した。辞任した沢村に代わり、もう一人の代表取締役だった山賀博之が社長を引き継いだ。2001年には、マホロマティック、2003年には、プリンセスメーカーのアニメ化作品である、プチプリ UC を発表するなど、他社との共同制作ながらもテレビアニメシリーズの元受け実績を重ね、OVA、フリクリも話題作となった。 2003年には本社を、武蔵野市中町2丁目から、小金井市本町を6丁目に移転。武蔵小金井駅南口第一地区第一種市街地、再開発事業に伴い、2006年には、小金井市、梶野町1丁目に設けた、仮設社屋に再移転した。同時期、熱風海陸武士ロードのアニメーション制作を担当予定することが発表されていたが、後に企画自体が凍結となり、 制作から離脱した。2004年から2006年にかけて、ガイナックス設立20周年記念作品として、単独元受けの OVA シリーズ、トップを狙えに、を発表した。一方で、創業時から作品制作の主軸を務めてきた、安野秀明が、取締役に就任した後も放漫経営は続き、安野が、社内状況の記された書類を見て、ショックを受けることもあった。安野は、 取締役時代から給与体系や社内システムの改善を進言したものの全く聞き入れてもらえなかった。このままでは次回作として温めていたオリジナル企画を同社でやってもエヴァンゲリオンのアリューにしかならないと考えたアンノはその企画を凍結しエヴァンゲリオンのリメイクをした方が良いという考えに至った。アンノは制作費を管理しスタッフたちにきちんと還元するには 自分自身の考えを直接できる場が必要だという考えで独立を決断する。アンノはトップを狙えに完結後の2006年9月アニメ制作スタジオカラーを設立し、翌2007年。アンノに追随して鶴巻和也、正幸らもカラーへ移籍した。2007年9月公開のエヴァンゲリオン新劇場版、ジョイコーの新世紀エヴァンゲリオン。 リメイクシリーズはカラーが制作し、半券も持つ形となり、両者はガイナックス時代のアンロが手掛けた作品の商品化で、ガイナックスが収入を得た場合、カラーに一定のロイヤリティを支払う契約を結んだ。2000年代後半、エヴァンゲリオン以来10年ぶりとなるロボットもののオリジナルテレビシリーズの企画が進行しており、当時は全く別のタイトルで、 テレビシリーズと劇場版を同時に制作する予定だった。その後、仕切り直しとなり、劇作家の中島和樹が脚本担当として起用されたことから、若手スタッフの一人である今石博之が監督に立候補した。当時、主力のスタッフはトップを狙えにを制作していたため、テレビシリーズの制作は若手スタッフが中心となっていった。その後、 トップを狙いにの制作が終盤に差し掛かったことから、同作のスタッフがテレビシリーズの制作チームに参加した。そして2007年、同作はガイナックス初の単独元受けテレビシリーズ、天元突破、グレン・ラガンとしてテレビ放映された。 同作の第4話放映終了後、通常の商業アニメ作品の方法論と比較する一部の視聴者から批判的な意見が同アニメの公式ブログなどに相次いで書き込まれた。ほどなく、これらの意見に反発するガイナックス女性社員がミクシーの日記に視聴者に対しての批判的な意見を書き込んでいたことが発覚したため、批判していた視聴者に油を注ぐ形になった。同時に、 この日記内容に同調するコメントをつけたミクシーユーザーの中に取締役の赤井がいたことが判明したため最終的に赤井が取締役を辞する事態へと発展した2010年今井氏が監督を務めたパンティアンドストッキングウィズガーターベルトが放送されたその翌年の2011年8月今井氏と大塚雅彦が退社しアニメ制作スタジオトリガーを設立した これに追随する形で、庵の退社後の制作の主力だった寿司を、吉成洋、定方菊子、山口里氏、西木織厚氏、上村康氏らが、同年秋までに退社した。大塚は、駅サイトの小林美希とのインタビューの中で、ガイナックスを退社した理由について、パンストのように、普通は通らないはずの企画まで通ってしまい、ここまで好き勝手やってもらって良いのか不安になったと、述べたほか、 業界の変化も理由に挙げ、ガイナックスのような有名スタジオだとブランドイメージもあるため、やや慎重になる。だったら新しい会社を設立し、失敗しても試行錯誤と言い切れる身軽さを身につけたい、とも話している。2011年1月、本社を小金井市、カジノ町から三鷹市、下連塾の旧、カスガ電気株式会社本社ビルに移転し、同年2月には、 富士重工業との共同アニメプロジェクトの第一弾を歌った放課後のプレアデスを配信。また、赤井の距離である鳥取県米子市に米子フィルムを開設し、同志主催の映画祭、米子映画事変の事業を手掛け始めた。2012年、ガイナックスの経営が再び悪化したことにより、カラーへのロイヤリティの支払いが滞り始め、借入れ金は1億円に達した。これに、 危機感を覚えたアンノは、エヴァンゲリオンの商品化窓口やロイヤリティの分配業務の異常を1年前倒しにすることで、武田康博取締役からの新規に1億円の借金の頼みを飲んだ。この時、アンノはガイナックスに気を使うつもりで、カラーの主要スタッフとか代わりの大きいトップを狙え、トップを狙えに、フリクリの原作権の買い取りも申し出たが実現せず、 フリクリ FLCL の版権原作権は、プロダクション IG が買い取った。作品の権利や資料の算一を懸念したアンノは、さらなる支払いの猶予や、経営支援も視野に入れ、ガイナックスに経営状況の説明と返済計画の提示を何度か求めたが、経営状況に問題はなく、予定通りに返済するという回答しか得られなかった。そして、アンノは、 資料産一防止の観点から、ガイナックスの再建の仮差し押さえの申し立てを2016年8月1日に行い、8月26日に執行された。それでも、ガイナックス側から返済計画の提示はなく、案野は同年9月9日に貸金返還請求訴訟を起こす。これに対し、ガイナックスは裁判で争う姿勢を示したため、全国の注目を集める結果となった。 2016年12月、安の代表取締役とするカラーが、ガイナックスに対して、貸付金1億円の支払いを求めて、東京地方裁判所立川支部に提訴した。2017年6月、カラーの訴え通り1億円を支払うよう命じる。判決が下り、ガイナックスは控訴せず判決が確定した。また、ガイナックスの年賞は2016年7月期で、 約2億4000万円と5年前の10分の1に激減しており、この裁判の提訴時点で約1億円の債務超過状態にあることも明らかになった。さらに裁判を通じてガイナックスの過去作品に関する資料が福島ガイナックスに売却されていたことが判明したため、カラーがこれらを入手し、特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構の管理下に置いた。 2014年から2016年にかけて、ガイナックスの支部と称する新会社が、鳥取県米子市、福島県三春町、神戸市、新潟市、京都市に立て続きに設立されたが、2016年12月、5社とガイナックスの間には、資本関係が存在せず、経営上無関係であることを明らかにした。それでも、エヴァンゲリオンとガイナックスが結びつけられて報じられることがあり、 その度に、アンノは、エヴァンゲリオンは、ガイナックス及びその、支部と称する会社とは、無関係であると表明している。2016年9月30日、ガイナックスのアニメーション制作部門のスタッフが全員、解雇され、株式会社福島ガイナックス東京スタジオへ、移籍した。同年10月には、本社を、三鷹市下連ンから、武蔵野市五天山にあるマンションの一室に移転した。 2018年8月20日、福島ガイナックスは、木下グループの完全子会社となり、社名をガイナへと変更した。また、同年9月7日には、王立宇宙軍の続編である、青キュルをガイナックスに代わって制作することを明らかにした。2019年10月、アニメーション制作会社大風のおこり様などの代表を兼任していた、牧と博が、 ガイナックスの社長の座についた。それから間もない同年12月、マキが準強制わい罪の疑いで逮捕された。2019年2月6から23日にかけて、足立区の自宅マンションで、芸能人として写真を撮られるための訓練と称して、自分が役員を務める、声優育成会社と契約した10代女性の上、半身を裸にして、写真撮影し、触った疑い、容疑については、 お願いされて取ったと否認している。マキの逮捕を受け、2019年12月27日の臨時株主総会にて役員の総入れ替えが決まり、2020年2月18日に新しい取締役が発表された。新しい役員は全員がイナックス社外から選任されており、このうち代表取締役社長はカラーの案件管理会社のグラウンドワークスの代表である 上村康弘が兼任し、取締役には、角川アニメ事業局アニメ制作部部長の高石、ゆ子、キングレコード上席執行役員ライツ部の森山、敦氏、トリガン副社長のうさぎ大が就任した。また、同発表の中で、ガイナックスは、資料や知的財産権の産一状況の確認を、していると説明した。太字は、元受け制作作品。 ゲームの他にも CG 集やデスクト、他社からも、半券作品が発売されている。Windows 95、982000年3月17日発売原画、斉藤智之 Windows 95、982000年7月24日、発売原画、今井ひずる Windows、目、2000、XP2004 年8月13日コミケ販売キャラデザ、吉崎観音、赤井高美。 カノエユーとは、ハジオピー音楽。葉山浩二ジパトリシア、吉住小ミニーナ、門脇舞、キミリアム、中原舞、シャルロッテ、今井イ美シューティングバー EA 東京都、武蔵野ノ五天山にあるエアガンシューティングバー。設立時の、福島ガイナックス、東京に設置した、ガイナックススタジオについても、同行目先参照。同社系列の、福島ガイナが、継承。 運営している福島桜遊学者については別校を参照。ありがとうございます。